こんにちは今回の僕の YouTube の動画の数がですね、あの100動画っていうのを超えましたので、まあ、その辺に伴って動画を撮影いたしました。よろしくお願いいたします。で、これ始めたのがですね、えー、っと、いつだろう。あ、ま、とりあえずこの動画がようやくあの全部で103ってなってるんですけども、一応この公開予約済みっていうのがあるので、 で、この予約済みっていうので、あの、一日ですね、朝の7時と夜の8時に動画が入るような設定にしてるんですけども、まあ、これも、まあ、半年ぐらいはですね、もしできたら、あの、一日に動画、まあ、途中からもしかしたら、もしかしたら1動画になるかもしれないんですけども、まあ、毎日動画ですね、アップしていこうと思っております。まあ、こんな感じで、あの、ネットビジネスをやったりとか、 ま、例えば、ま、転売とか ebay だったら1日1品とか1日2、3品出品するっていうことを必ずしたりとか、まあ、あとあのアフィリエイトだったのブログ作ったりサイトを作ったりとかですね、あの1日1記事でもいいですし、まあ、例えば1記事が難しければ1日半分記事を書いてもいいと思うんですけども、まあ、やっぱりこんな感じで何事もあのコツコツですね、あの自分の仕組みを作ることが非常に重要だと思うんですよ。やっぱりあの自分の仕組みをどんどん作れば、 このあの僕の作った103動画っていうのがその僕が寝てる時でも遊んでる時でもまあご飯食べてる時でもその動画一つ一つがあのまあ自ら動いてくれてまあ誰かが見てくれればまあそのまあレバリッジを効くっていう形になると思うんですよその僕一人じゃできなかったことをこの動画たちがですねそのいろんなことを情報を提供してくれたりとかまあ,あの寝てる時でもまあいつでも24時間稼働してくれるので まあいつでも、まあ、まあレバレッジを聞くのがやっぱり大事ですよね。レバレッジを聞くことをやりましょうっていう感じですかね。で多分初めてやったのがいつぐらいだろう ?4。ああ、これは変なのが1個あるんで。10月24日。で、去年の10月24日に作ってで多分1ヶ月ぐらいやんなかったんですよね。 で、本気でやりだしたのが多分今年の、いつからやってるあ、もう1月ですね、ここから。えっと、あ、そうですね、11月16日ぐらいが最後にやって、あ、1月7日からですね。一応1月7日から、あの、多分毎日出してると思います。1月7、8。 9 10 11 12そうですね。あの1月7日からあの僕一応毎日動画の方アップしてます。でこんな感じで例えばあのー、今103動画まで行ったんですけどもその1ヶ月2ヶ月3ヶ月間やって っててたたからこそこそれだけのの仕組みっっいうのが溜まってたんですねで例えばその3ヶ月間に何もやらなければあのこの動画の仕組みっていうのがもちろんないわけだと思うんですよそれであればその今のうちからですねこういった仕組みまあもちろんお金にならなかったとしても、ま、自分のメディアを持ったりとか その、まあ、自分の仕組みっていうのはですね、やっぱり自分のファンをつけるってこともすごい大事だと思うので、まあ、僕は僕の動画とかやっぱりチャンネル登録してくださった皆様にですね、まあ、あの何か、ま、いい商品の情報を提供できたりとか、まあ、考え方の提供できたりとか、まあ、そんな感じで恩返しできればいいなと思ってまして、その毎日アップしてるっていう感じになるんですけども、 まあそんな感じで、僕、広告とか今つけられない状態ですので、お金とかもう本当0円なんですよ、毎日。それでも毎日2動画出して、あの、1日1日、でも動画の撮影っていうのは、あの、1日に6動画ぐらいあの撮って、で、次の日にあの予約設定してるっていう感じなので,で、1動画は基本7分、8分ぐらいなんですね。で、編集っていうのは一切しないので、 あの、サムネイル画像っていうのをまあ、1、2分ぐらいで作って、で、あとアップしてっていう感じなので、そこまで時間は取られないんですけども、でもやっぱり毎日やるっていうのもですね、あの、結構大変なことですので、まあ、それでもやっぱり半年ぐらいは続けてですね、まあ、最終的にここの103動画っていうのを、まあ、300とか400とか、で、もしかしたら今年中には、そうですね、360日で2け7 0 0動画とか、 700は多分厳しいので500動画ぐらいは今年中にでき出きだしたらまあいん頑張りたいなとは思っているのでまあぜひあのもしよろしければ応援の方ですね、まあ、あとまあチャンネルなんでコメントとかいただければすごい嬉しいですのでコメントもらったりとかまあもしよろしかったらいいねボタンとかですね、まあ、教えていただければ僕のやる気っていうのも出ますのでその時はぜひよろしくお願いいたしますでこれからもちょっと頑張って撮影していきたいと思うので ぜひあの、視聴の方とかですね、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。